皆さんこんばんは。本日の閉店チャンスガールズの実践担当させていただきますレジャー編集部富野花です。本日10月25日月曜日はプレイランドキャッスル小牧店さんにお邪魔しております。閉店チャンスガールズでは私は初めてお伺いさせていただくんですけれど、いろいろ状況を聞いてきましたので、それを踏まえて店内の方を今から見ていきたいと思います。閉店チャンスガールズ。それでは店内に入りましたので、ジャグラーコーナーを紹介したいと思います。まずは SM ジャグラーからご紹介します。これ良さそうですね。ビッグが21回のガケが13回、ガッサンが122分の1で、ちょっとガケは少ないんですけど、ガッサンだけ見たらもう6ぶっちぎってるので、全然ありそうな感じがします。結構この時間でも粘られてる方多いですね。あ、ここも良さそうですね。ビッグが24回、バケが12回、バケがちょっと弱いんですけど、ガッサンだけ見たらぶっちぎりで6以上あります。あ、これも良さそうですね。ビッグが32回の、バケが26回、ガッサンが112分の1で、回転数も6500回回ってて56あっていいんじゃないかなと思います。前ながらの方もすごい人気ですね。あ、この前も良さそうですね。ビッグ30回、バケ35回、ガッサンが130分の1で、これも56あってもいいんじゃないかなと思います。この辺結構盛り上がってますね。あ、この前も良さそうですね。ビッグが37回のバケが32回、ガッサンも127分の1で、バケの数値だけ見たら5に近いかなって。ただガッサンはそんなに悪くないので56ありそうな感じもします。こちらも良さそうですね。こちらの台、ビッグが28回のバケが29回、ガッサンが122分の1の、数値だけで見たら6ある感じします。グラフもすごい綺麗でした。続いてゴーゴージャグラーを見ていきたいと思います。あ、こちら良さそうですね。ビッグが16回、バケがすごい28回、ガッサンが120分の1で、バケもすごいですね、189分の1、今下がっちゃってるんですけど、多分この後もなんか跳ねそうな感じはしますね。お隣がビッグ18回のこちらもすごい、バケが22回で先行してますね。確率も234分の1で、こちらも6ありそうな感じがします。店内状況は以上となります。それでは早速実践台を探しに行っていきたいと思います。本日はこちらの台を実践したいと思います。回転数は少ないんですけど、レギュラーの確率が260分の1で、5と6に地上に近いんじゃないかなと思うので、こちらを打っていきたいと思います。それでは閉店55分前になりましたので、実践を開始したいと思います。閉店チャンスガールズ。おスイッチにはなりませんでした。前回全然見せ場作れなかったので、今回は見せ場を作れるように連チャンとかしたいなと思ってます。頑張れ自分。来た、よし行きます。はい、やったビッグ、イエーイ。それではレンチャン目指して頑張りたいと思います。いきます。はい、前回の時は本当1回もレンチャンできず、ビッグとレギュラー1回ずつだったので、今日はせめてレンチャンをできるように頑張ります。あと目押しもミスしないように頑張ります。当たってた。当たった、びっくりした。いきます。えい、あ、負けです。パス。
持ちメダルで回転数20回でですね、嬉しい、やっと連チャンした。いいですね、次また連チャン目指して頑張るぞ。来ました、やばくない、3連チャン行きます。来い来い、来たやったね、15ゲームですね、3連チャン目ピックです、行きます。今日は冴えてる、いい感じ、今日は本当いい感じ。いいですね、4連チャン目指して頑張ります、行きます。はい、多分今日調子いいのは、あの来る前に私あのこけまして、厚底がすごい好きなんですけど、厚底でくじいてこけました。だから今膝がすごいことになってて、まあなんか焼こうとしてきたのかなと思います。それで今日このまま勝ち逃げできるようにお願いします。これは4連ならずかな、諦めないで、諦めたくない、くー、ラストそことかで当たってくんないかな、当たらなかった、見た、嬉しい、早かった、いきます。はい、あー、はい、あれ、あ、やっちゃったよし、危ない危ない、はい、ピックでした、嬉しい、早かった、嬉しい、めっちゃ調子いい、めちゃくちゃ嬉しい。今ちなみに合算119分の1です、すごい、いきますよ。実戦来る前にトイレ、あ、待って、あ、光っためちゃくちゃ早かった、いきます、やばー、2連チャンビッグ、嬉しい、3連チャンいけるかな、やっぱ実戦前にこけとくと多分悪いことが落ちていいことがあるってこういうことだなって思いました、ポジティブに考えようと思います、めちゃくちゃ膝は痛いけど、光ったやばい、めちゃくちゃ調子いい、44ゲーム年も変わらずで持ちメダルで当たってます、いきます、どんどん、ああ、えい、やーばー、音楽もめちゃくちゃいい、ゾロ目ですね、めちゃくちゃいい感じ、レインボーかわいい行くぜ、めちゃくちゃ嬉しい、
なか4連の壁がでかいですね。3連はするのに4連ならず。残り時間もあと10分ないぐらいなので分回したいと思います。すごーい行きます。やば、またビッグだ。すごーい来てます。今日めっちゃいい波乗ってます。行きます。えい、今回は単発 だったのかな。どうなんだろう。最後まで諦めたくない。あと5回転。ジャグラー君頑張ってくれ、頼む。あとワンビッグ。実戦終了の時間となりましたので、今回は以上となります。実戦終了しました。結果の方を発表したいと思います。都市が92枚、回収が1000枚プラス908枚でした。おめでとう。ビッグが6回の、レギュラーが1回で合計7ボーナスですね、引いてます。店内状況なんですけれど、マイタグラの方はすごい稼働が良くて、挙動が2台が結構散らばっていたような感じがしました。ゴーゴージャグラーの方は3台とか4台並びで結構出玉だったりとか合算がいい台があったような感じがします。私も打っていた SM ジャグラーなんですけれど、5以上っぽい挙動の台が結構見受けられましたので、この時間からでもですね、全然チャンスあるかと思います。動画の最後に店内状況を詳しくまとめたデータを載せますので、こちらもご覧ください。以上、今回の閉店チャンスガールズ担当の富野浜でした。バイバーイ。